刀か。年端もいかぬ小僧の手に我が折々幼し、我が我が父を討ち取りし時よりも。参れ、刀さばきを見せてみよう。哀れな。切ろうとは武士の風上にも置けん。武士の誇りなど弱く恐れる者どもの大義名分。何も知らぬ俗名、恐れをなして逃げ出すなら今ぞ。恐れの主とは我のことよ、じじ。ありました。たとえお主の命が尽き果てようとも。承知いたしました。よし、愛子を頼んだぞ。父上。先生の名を汚すようなことはしません。みんな待っておったぞ。己が大将か、もしくはただの手下に過ぎぬか。我が君の名のもとに命を殺めることは誉れ高きこと。お前の次は一家、親しき者ども皆殺しで。なぜあがく、お前はもう何人も救うことはできぬ。己をここで討ち取れば案ずることはない。俺のような輩には情け無用。わしにとどめを刺すことよりも
案ずべき大事があろう。何が言いたいのじゃ。お前がこうしておるうちに我が君はすでにお前の村に入っておる。お前が慕う者ども、今や守ることもできわい。ようなことが負うたことがあるの。この手でその傷を負わせ、己が生き絶えたのを見届けたはずじゃ。この村は我を墓に留め置きたくないようだの。あの女が最後まで呼んでおったのはお前の中。我がその苦しみを終わらせてやるまでな。何をしたのじゃ。どうか許しておくれ。ご自分を責めることなどございませぬ。あなた様は静寂をお持ちくださいました。私はそれまではおののくことしかできずにおりました。私は
黄泉の者となり申した。しかと受け入れたのです。拙者は遅すぎたのじゃ。そなたをあのような鬼の手にかけさせてしまおうとは。されど拙者もここにおる。そなたのそばで静寂とともに。私もそうしていたく存じます。されど叶いませぬ。今しばし、あの人殺しは今も生きております。カゲロウを止めなければさらなる命が奪われることでしょう。黄泉の深みがあなた様を呼んでおられます。そこで斧が道をお選びください。何も決することはない。拙者はそなたのそばにおる。今はここではできませぬ。より深き闇へ下り、待ち受ける者と向かい合わねばなりませぬ。それでそなたを取り戻せるならどのような闇でも立ち向かおうぞ。後ほどお会いいたしましょう。さように。されどあなた様のお心は別の地に導くやもしれませぬ。そなたにもう一度会うことは叶うか。一度だけ、もしくは永遠に。お前は妻を死なせた。お前は皆を死なせた。わしとただ戯れるためにも。またもお前か、飼い犬が。嘘偽りばかり申す者。お前を撃ったことに悔いはない。この鬼め、ここでは皆お前の鬼だ、小僧。お前の苦しみは私の喜びじゃ。できぬ。お前のしくじりを改めることもできぬ。奴らを見捨ておって見殺しにしよったな。拙者は図られたのです。もし心得ておれば。ほら姫、かっ、
愛子はどこだ。先生、お許しくださいませ。愛子もこの地に深くにもお守りできず。お主を責めるつもりはない。されど死をもって己が義から解かれるものではない。悪しき陰陽は数えきれぬ者の命を奪い続けるであろう。それは造作もなきことでございます。妻は拙者を待っておりまする。拙者は妻のそばに戻る道を見つけなくてはなりません。わしも愛子を一人にはしておきとうない。だがお主がこうも早くに契りを断つとは。行くがよい。最後の試練が待ち構えていよう。黄泉の幻は見飽きた。黄泉こそお主の幻に飽きておる。お主は己の真の姿を受け止めねばならぬ。義がお主を縛り、憎悪がお主を縛る。一つ一つが相反する者同士、和を保つには未だ叶わぬ思いを遂げる。まことにお主を導く者を知ることじゃ。選ぶは愛子のみ。いかなる時も我が妻と共に。お許しください先生。我が務めは他の者に。黄泉からは一度のみ回帰が許される。再びこの地に戻るとき、永遠に後となる。行くのじゃ。旅に出ておったようだな。新たな決意に満ちておる。何を学んだつもりか知らぬが、足りぬわ。ただわしはお前をまた撃つだけのこと。愛子のためなら何千回でも死んでやろう。次で終わりよ。海へ帰れ。Touch! Nope!
が命は果たしたか。愛子が待っておる。トアが待っておる。それがお前の黄泉の深みでの決断か。さぞ苦しんだであろう。己を責めながら、我はためらいなどせぬ。ただ奪ったのだ。愛子が我を黄泉へと呼んでおる。己は所詮ただの下降の像。世に忘れ去ら、己の生涯積み上げた欲の果てにもはや何も残っておらぬ。